結局成長しても中身は変わらないようですね。で、で、相変わらずゲームと全く。ジュンちゃんはまあそれも悪くはないと思うんですけどね。せめてもう大人になったんだからさ。といってもやらせることがないんだな、よくよく考えたら。そうだね、なんかないかな。とりあえずカル君と一緒にまあ仲良くなろうよ、もっと。まあ、せっかく同居してるし、もうどっちも、まあ、立派な大人になりましたからね、まあ、中身はともかく。それにもうあカルクに至ってはあと16日しかないんですよ。ほとんどもう、じいちゃんになるまでだから、もう年を取る前にさっさとね、もう結婚しちゃわないと。さて、うまいこといくか。ああエブハーバー、どんなどんな会話してんだよ。お互い向きが逆。ザザザ20番。ダンブリ。まあとりあえず楽しそうで何よりですね。まあとにかくまあ仲良くなるのもいいんですけど、やっぱあれやらしいヤグができない。つか融合してるよ。あれ、え、なぜそこで動けばいいじゃん、カール君。まあ動きたくないでござるなら仕方ないけどさ。まあとりあえずだ、まあどんどん仲良くなってくれ。で、どんどん届いていかないとね。カール君もメロメロなようで、何を褒められたか知らんけど。よし、この調子でベッドインはできるかな。うん、きついな。まだ、あ、そっか、そっちからじゃない、コマンドは。忘れてた。いや、しかし本当こういうの見てると羨ましいな。自分もリア充になりたいもんですね。まあちょっとあれなんですけどね、まあそもそも学校が男しかいないという現実なんでね。だからまあまずは就職してからだね。この調子でどんどん。いやー楽しそうだね。でプルで裸で泳ぐって多い。カール君よりやってることが過激じゃねえか。お、交際を申し込む、来た。果たして通るのか。お、来た来た、これやった。じゃあこのままどんどん電撃展開にプロポーズしないと。さあうまいこといっか。お、興奮してるってことは来た、これ。カール君おめでとう。いやー、ようやく、長い道のりでしたね。これでようやく結ばれるようになったと。お、ジュンちゃんと行きやすくという願望が。しかも赤ちゃんを、お、しかも勝手に口説いてたりするし、いいね。なんかしかも赤ちゃんを作ろうとするというコマンドがいつの間かできてるし。いや、キスするという願望も引っ越してくるよねって。おい、ここにおるじゃねえか。
どうやって引っ越そう、引っ越せと。さて、駒を放置するとどうなるか。まあ、基地外同士とは言えどももう引かれてますからね、大丈夫だね。おすげえ。いきなり飛び込んできやがったこのリア充の運営、羨ましすぎるぜ。さあ、3役に。しかし、こんなに仲良くなったのももうほんまね、すごいな。ほっといてたらもうね、これこそ愛の力というものなのか。展開早で、さすがにカール君も懲りたか。で、チェスで遊ぶと、どういうことなの。まあいいや、まあ、懸念してたこともまあなんとかなりましたしね。まあ、全てよしとしましょう。いきなり壊すな。どういうことなの。しかし、純ちゃん、あんなにまあゲームが大好きな純ちゃんも本当頭良くなりましたね。やっぱ大人、やっぱ成長すると全部と変わるもんなんですね。つうか、潜在にどんだけ出たの。とにかくだ、つまりを取らなきゃいかんしょ。おいつの日か論理スキル上げるという願望まで。おさて、カール君には何をやらせようかな。明日の準備とかもいいけどな。ドププってあれ。そやテレビ見るのもいいけどさ、ほらせっかく洗濯終わったんだから乾燥機に移そうよ。ちょっと待って、なんか荒ぶってなかったかカール君。まあ面白いからいいけどさ。パタン。しかしほんま動作細かいな、シムスリって。これでシム2の並みのになんかほら車から乗り降りができたりとか、ああいうのも復活してくれればいいんですけどね。だってなんかモーション感電は確かにちょっとシム2に比べてあれかもしれませんけど、でも少なくともやってることは増えたような感じもしますし、っていうか個人的にね思うんですがね、シム3にねシム2の要素も加えたらね、それこそすごいゲームになるんじゃないかなと見てたりします。まあ、あれわれで本当に完成してたゲームですからね、個人的に。まあそれとやっぱね、シムズが好きだったってこともありますからね。もうあれ、まあ、ご存知の方もいるかもしれませんけど、自分あれのおかげで本当PC ゲームに、ね、本格的にはまりましたから。で、おチェイスのランクマッチに勝つというすごいな。で気がつけば夕焼けか。いやほんと沈む、なんか日が沈みゆくブリッジポートはまた美しい。しかし結婚パーティーもいいけどさ、ここはあえて内輪だけ、内輪っていうんかな、内輪っていうんかな、まあもう静かにやるというのも手かなと思っていますけどね、どうでしょうか。まあとりあえず、まあできる、まあ自分としてもまあ皆様のご意見も知りたいわけなんで、まあなんか、まあ、ご意見とかあればどうぞ。まあそうやっていろんな遊び方をしていくのも、まあ、シムズの楽しみ方だと思いますからね。お抱きつかれるって。ホットだなこの2人では。もう本当羨ましいぐらい。いや自分もこういう風になりたいよ。もちろん相手は小さく、胸もね身長も小さくて、で可愛い顔のちっちゃな女の子ですけどね。まあ無理でしょうか。
んで綺麗な石を手にすると、でご機嫌なカール君、なんかやっぱここで荒ぶってるな。そりゃ洗いたての服は気持ちいいですからね。でお掃除するカール君、ほんとしっかりもんだね。自分も見習わないかいが。うん、そうそう、そかもうそろそろお二人もんで、いくつかのビジネスで共同経営者になるって。おお、で今んとこ、あそっか、レストラン所有してたんだね。だからあの収入入ってたんだ。つか前回のことすっかり忘れてんだ俺。であと2つの物件か。じゃあこれもまあせっかくお金あります。待て、カール君もかよ。なんかどんどん性格が一致してきてるな。そうか、まあとりあえずせっかく一緒なんだからさ、別ハイビジョンって。あ、そっか、大きいからね。あ、ね、すごく眠いんだね。そうだね、せっかくダブルベッドもあることだしね、多分結構関係もホットだからね。さて、あいつ遅いみたいだ。とりあえず楽しんでるよね、何より。ちょっと視点変えてみましょうかね。いや、しかし本当羨ましいね。で、シャークニー。ああ、アウトワーダー。待て、口動いてねえぞ。しかしなんか反応が薄いな。思ったより。パーマー。どんなお話してんだよ。のめり込んでいるようで。ハハハハ、気になるな。まあなかなかいい感じ。もう眠いんかとかそういう感じかな。ん、お、真剣なカール。ベル。しかしこうやって行動を見るのも本当面白いですね、シムズって。トレーニングについて語り合うか。まあさすがガチムチ夫婦というのか。さて、もう2人とも体力的に限界ですからね。わら、それに、わ、いきなり相性悪くなっちゃってるよ。まあ仕方ないね。そうだね。じゃあそろそろ時間ですしね。さて、あれ、ベッドに関するコマンドはなし？よし、ここは、赤ちゃんを作ろうというのはちょっとまあ早いんでね、ウフフなことをさせましょうかね、せっかくだから。まあ、ウフフなことっていうと何ですかと言われそうですけど、まあ、お察しはつくと思いますよ。後ろにダブルベッドがありますからね。もちろん、男女の愛の結晶というか、なんていうか。まあ私もやりたいことですけどね。もちろん相手はまあお察しの通り。というわけで、いよいよ夜のお楽しみタイム。しかし進行率半端ねえなおい。もちろん。なかなかいい雰囲気ですね。いやもちろん、シムズは全年齢対象のゲームなので中で何が起きてるかは見れません。しかしすごく、おお、激しいとね。さて、無事、まあ、まあ、
夜の営みも終わりましたし、2人ともゆっくり寝てますというわけで、今回はここまでしたいと思います。グダグダでしたが、最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回にてお会いしましょう。